火星論とは、クセノボンによる、ソクラテス関連著作の一つ。現代は、火星を意味する、オイコノモス、オイコノミアに、形容詞化設ビジのイコスをつけた男性系の形容詞であり、火星に関するの意。ソクラテスが登場する著作ではあるが、本作ではソクラテスは、基本的に話の進行役、回想者として登場しているだけであり、ソクラテスの思い出、 ソクラテスの弁明といった、実際のソクラテスの原稿録とは異なり、プラトンの中期、後期の作品のように、著者自身の思想を述べた作品となっている。作中における、重たる、火星論の語り部であるイスコマコスも、他の同時代の記録には一切登場せず、内容的にも、クセノポン自身の人生経験と符合するため、実在の人物ではなく、クセノポン自身を反映させた。 架空の人物だと考えられる。一説には、本作は、鉄人王思想を掲げた、理想主義的で頭でっかちな、プラトンの国家に対抗して、国家の構成単位である、家の運営、特に健全な家計や農業を基礎とした、地に足のついた、社会運営の重要性を解くために書かれたとされる。風に表現すれば、終身生活国平ら殿下における、 成果の重要性を説く格好になっているそして、アリストテレスは、政治学冒頭の第一巻において、国家の構成単位としての、家とその運営について、多くの記述を割いて言及しており、またペリパトス派の後輩の作品と考えられる、アリストテレス名義の、経済学、家政論第一巻は、その題名、内容ともに、本作の影響が顕著であるなど、 本作はアリストテレスペリパトソ派に多大な影響を与えた。またさらに、経済の語源がオイコノミアであり、経済学の語源がオイコノミコスであることからもわかるように、本作及び上記したアリストテレスペリパトソ派の作品は、後世において、火星学のみならず、経済学の概念を基礎づけた古代における古典的作品となるなど、後世に 多大な影響を与えることになった。ソクラテスとクリトブロスが火星の技術についての議論を始める。ソクラテスは貧しく大した財産もない自分はそれをうまく述べることができないと消極的な姿勢を見せながらもクリトブロスに壊れて議論を進行し可能な範囲で内容を整えていく。全体の3分の1程度まで議論が行われたところでソクラテスは 火星について語らせるのに、うってつけの人物として、イスコマコスを挙げ、彼とのかつての対話の回想を述べていく。そして最後までイスコマコスの火星論が展開される。全21章からなる。第1章から第6章までが、ソクラテスとクリトブロスの対話で、第6章の終盤に、ソクラテスがイスコマコスの話題を出し、第7章から最後の第21章までは、 ソクラテスとイスコマコスの対話の回想となり、イスコマコスの火星論が述べられていく。ありがとうございます。